はい、どうも皆さんおはようございます。皆さんおはようございます。昨日ですね、福岡の方を久々にまた行ってまいりました。ララポート福岡の方ですね、行ってまいりました。その時ですね、ビザタッチの実証実験ですね、ちょっと参加しました。まあ参加しましたっていうのもあれなんですけども。JR さんの方ではちょっとね、すみません。時間の都合上、ちょっとできなかったんですけども。福岡市営地下鉄、西鉄電車の方ですね、それで1往復で、ビザタッチの方をやりました。まあ、感想としては、まあ、そんなにそうストレスの感じるものではないですけども、まあ、若干IC カードに比べれば、まあ、反応の方は、まあ、若干劣る部分というのは、まあ、ありえますね。特に西鉄さんのやつは、しっかりと、タッチした後に、少し、1秒か2秒程度ちょっと置いとかないと、すぐパッと離してしまうと、赤いランプエラーになって、改札通ることができないというか、まあ、最初ちょっと、西鉄のやつと、さんのやつ、で、ちょっと改札がね、改札取れなかったっていうのがあったんですけども、まあ、おおむね、まあ、いいんじゃないかと思います。それで、ね、今後、マスターカードもね、実は、同じタッチ式で、決済できるサービスのをやってますので、まあ、マスターカードの方ですもんね、広げられれば、まあ、他のね、カード会社の方ですね、まあ、JCB さんもやってるのかな。まあ、そこはちょっとわからないんですけども。まあ、そういう、まあ、選択肢の幅がね、広がるっていうことはね、広がればね、どんどん広がればね、まあ、いいかなっていうのもあります。まあ、ララポート福岡の方ですね。そこまでまあ、時間帯がね、いたのは、朝の10時前から、お昼12時ちょっと過ぎまでいましたけども、まあそこまでね、ゴールデンウィークの時のように、ものすごくもう人みたいで身動きが取れないということはありませんでした。非常にスムーズに、ね、おかげで、上の方、階の方まで、まあくまなく回ることが、できました。まあやっぱりガンダムの方はね、結構やっぱり混んでましたね。うん、やっぱり人気あるなぁ、というのは。まあ感じました。まあちょっとね、私はね、ちょっと時間の都合上、ちょっと外から、こう、まあちょっと様子を見ただけではありましたけども。まあ今度ね、またちょっと時間ね、作って、中の方にもね、ちょっとね、入っていきたいなっていうのは、まあ思いました。またね、ちょっと行きたいなと思います。まあ次行くのは、まあ秋頃かな。うん。まあ秋、もう今も秋なんだけど、まあ10月終わりぐらいが一番いいかなというふうには思います。まあ、行きも帰りもですね、特急を使いまして行きました。で、もうご存知かと思いますけども、自動放送の方が音声、合成のやつに、まあ、変わりました。で、まあ、鉄道ファンの間はね、まあ、なんか、非常に安いっぽい台の、安っぽいなと、まあ、味気ないな、ありますけども、まあ、それはもう、鉄道ファンの視点であって、普通の一般人の方とかはね、全然そういうのはね、もう関係ないんですよね。うん。まあ、あくまでもなんか、それはもう、あなたの感想、ファンの人の感想であって、もう一般に利用されてる方からしたら、別に何も関係ないじゃないですか。ちゃんと、しっかりと伝わっていれば問題ないじゃないかって、ね。で、新しい放送ですと、吉野ヶ里公園のね、史跡の案内とかも、これ今までなかったんで、まあそういった面も、まあいい面もあると思いますので、まあファンの人はね、なんか、安っぽいだな、どうのこうの人も、まあ私もまあ鉄道ファンですけども、まあ別に、どうでもいいことじゃないかなと、うん、まあ、思い出すけど。まあ、気に食わなかったら、ね、自分で、まあ、それ作ってみて、ね、
吹き替え、まあ、アフレコやって、まあ、それをね、JR 九州さんに提出、ね、出してみて、ちょっとこういうのを作って、まあ、私のやつを作りましたから、ちょっと、どうでしょうかみたいな提案して、見たらいいんじゃないですか。まあ、採用なんかされるかどうかは別として、うん、文句があるんだったら、もう。まあ、あと、ちょっと、まあ、もうちょっと気になるのは、うん、まあ、一応、まあ、まあ、いろいろ私も、ね、鉄道会社さんとか、まあ、いろいろと、ちょっと、まあ、意見をね、出したりすることもあります。まあ、それに関してですね、なんか、株主でもないようなお前が、どうのこうのとか、まあ、ちゃんと会社とかのそういったものをいろんなのを調べてから、ちゃんと投稿とかやれよみたいな感じで、うん、なんかね、偉そうに言うような外部のやつがね、多いんだよね、うんと、うん、じゃあ株主とかね、そういったものでなければ意見とか言っちゃいけないのかよって。まあ、なんかやけになんか偉そうにね、正義感、まあ正義感ぶってるのか何なのか知らないけど、まあ、そういうのがなんか、ね、やっぱり、まあ、YouTube なんかでも、もう結構ね、そういうのがありますね。もう、うん。まあ、はっきり言ってバカな集まり、まあ正義感ぶった、バカな集まりなんだかな、っていうのは思いました。まあ、ちょっと簡単ではございますけど。あと、ビザタッチに関してなんですけども、引き落としに関しては、まあ、クレジットカードの場合だったら、契約している会社、クレジット、会社の、約款ですね。取り決めに従って、まあ、まあ、まず締めで、まあ、翌月25日支払いとか、まあそういったの取り決めがあるので、まあ、まあそれに、まあそういうような形ですね。で、デビットカードの場合は、ちょっと注意しとかないといけないんだって、まあ、その場で引き落とされるのもあるんですけども、その場で引き落とされるっていうのが大体もう基本的には、その場で大体引き落とされるっていうのですけども、中にはやっぱ翌日に落ちるっていうのもまああるようなんですね。今朝の6時ぐらいに、通知が来て、まあ私の方は LINE Pay のビザのプリペイドカードの方を使ってまして、今朝通知が来ました。引き落としっていうか、まあ、利用明細の方が来ました。引き落としが完了しましたということで、まあ、通知が来ました。で、1日遅れですね。当日その場で、まあ、落とされるんじゃなくて、まあ、1日遅れで、まあ、落とされるっていう形になりました。まあ、それも、まあ、まあ、契約のところによって、まあ、まあ変わるかとは思います。なのでまあ、そのまでパッと引き落とされてるわけじゃないので、まあ、間違って、残高不足とかそういったいろいろになっちゃうと、またちょっと大変なことになるので、そこの方はね、ビザタッチの方を利用される際には、注意が必要となりますので、ご案内の方をしちゃっております。すいませんけど、ちょっと長々としましたけども、いろんな、まあ、愚痴っぽい感じになりましたけども、まあ、お伝えさせていただきました。朝からすいません。ありがとうございました。